架空請求詐欺の被害が急増していることから、独立した専用の窓口をホームページ上に設けることにしました。警察は、情報提供を受けた業者の電話番号や電話番号などを分析し、詐欺グループの検査や被害の防止につなげたいとしています。天候表です。水曜日の日中は地域全体に大雨の幅がつき、新潟以降は北部で雨が降る見込みです。日中の気温は火曜日と同じくらいで35度以上の猛暑日のところがあるでしょう。Thank you.
Thank you.